はい、皆さんおはようございます。沖縄、4日目。今日はですね、結構天気がいいですね。ということで、昨日も言いましたけど、沖縄岬巡りを、やってみたいと思います。もう一番南から一番北まで行って、今度真ん中に戻ってくる岬ツアー、キャン岬、ヘド岬、ザンパ岬、ね、今日は天気いいからみんなに面白い映像がですね、届けられるんじゃないかと思います。そして今、カメラを持ってくれているのはですね、今日の沖縄ナビゲーターの、ティナです。ティナはですね、なんと顔出し NG なのでですね、声だけの出演になる可能性がありますが、よかったら声だけで挨拶でも、声だけで皆さんこんにちはみたいな。あ、皆さんこんにちは、ティナです。どうですかこの固い挨拶。ねえ、まあそんなティナとですね、今日はもう沖縄、もう沖縄縦断と言っても過言ではないね。そうですね。ね、はい、沖縄縦断ツアーを、沖縄縦断岬巡りを、いや多分ね、今まだティナはね、皆さんもまだ笑ってるんですけどね、多分ね、やっていくたびにね、もう疲れたとか言い始めると思いますよ。まあ、そういう愚痴も聞き逃さないように、じゃあお楽しみに。ねえ、私の方が好きでしょ。ねえ、好きって言って。ねえ、私の方が好きだって。私の方がいいでしょ。ねえ、あっちより私の方がいいでしょ。ね、どっち、どっち、どっち。いや、ちょ待ってよ。ねえ、どっちなの。どっちも、どっちも欲しい。トリマインド .com オリジナル T シャツ。さあ、ということでですね、まずは、キャン岬ね、向かってるわけなんですけどね、なんと、ナビゲーター役をするはずのですね、沖縄の地元民ティナがですね、道に迷ったらしいんですよ皆さん。あっちかなこっちかなとかって言ってるんですよね。果たして僕らはちゃんとキャン岬に着くんでしょうか。これまだまっすぐ右右、わかった、もうわかった、ここからはわかった。大丈夫大丈夫。ということで、もうここからは分かったということで、多分無事に、着くことができると思います。皆さん、キャン岬、沖縄最南端でいいの？どうだろう。まあ南にある岬、まあキャン岬をですね、皆さんに見ていただこうじゃありませんかということで、まあ多分大丈夫ということなんで、行ってみたいと思います。こちらキャン小学校ですが、なぜキャン小学校と書かないんでしょうね。略してキャン小になってますよ。恐るべし、恐るべし沖縄。スリベラウナベラショケッツァ。そして次はですね、一気に北上して、これは最北端でいいんじゃない。沖縄最北端の岬、ヘド岬に行ってみたいと。江戸岬はティナは何回も、もう年間30回ぐらい行ってないかな。行き過ぎ。本当にそんな行ってんの？うん、マジで、うん、何がいいの江戸岬。なんとなく。こうなんか岬に行って黄昏れてるわけ。そうですね。
ああ私って不幸な女だわとか。何それ。いや不幸かどうかはね、ちょっと。ちょっとじゃあ悩み事とかね。こうそういうことで悩んでるわけだ。辺戸岬で。ああそっか、じゃあそんなそんな辺戸岬に行ってみましょう。はい。That's my man。さあちょっと一休憩でね、コンビニに来たわけなんですけど、沖縄にはですねいろんなお茶があります。これ例えばサンピン茶、これは結構飲みやすいね、サンピン茶はね。その他にもなんだっけ、ウコン茶、ウッチン茶、ウッチン茶、ウコン茶をねウッチン茶というらしいです。ウッチン茶、そして、グアバ茶、ゴーヤー茶、ゴーヤー茶、ゴーヤーのねお茶があるらしいよ。そしてねコンビニでねペットボトルを買うとですね、ストローいりますかっていうふうにですね沖縄では聞かれます。そして今ティナはですねストローで、ペットボトルの水を飲んでおります。皆さんもぜひ沖縄に来たらストローで、お茶を飲みましょうね。せっかくだからもらっておきなさい、お茶を。あ、お茶じゃない、ストローをね、ストローもらっておきなさいね。そんな沖縄コンビニライフも満喫してください。大門です。あの大門も愛用中、トリマインド .com オリジナル T シャツ。皆さん午前中は晴れていたのにですね、またもやですねこのような状態になっております。すっかり雨です。しかも相当降ってます。いやー雨男の本領発揮しちゃいましたね。なんかちょっとがっくりきますね。台風みたいな雨になってるもんね。おかしいな。天気予報晴れで晴れのち雨だったけどこんな早く降るのかよっていう感じですね。まあでもですね皆さん、まあ隣にいるティナはですねおそらく晴れ女ではないかと、いうことで目的地に着く頃にはね晴らしてくれるよね。頑張り。おすげえ雨になってきた。台風じゃんこれ。やばいこれ。やばいよ。おなんかもうなんだこれ。いやまあそんなことになってます。大丈夫か。大丈夫か俺の沖縄。俺の沖縄の旅は一体いつになったら晴れるんだ。頼むぜマジで。すげえものこれ。なんだこれ。前見えねえくなってるよこれ。なんだ一瞬にして。 Don't kick no lines。 皆さんファミリーマートが赤瓦っていうの、はい、赤瓦屋根のファミリーマートがありますね。さすが沖縄。いや一体何が出てくるか分かりません。 This try. 皆さん沖縄ではですねこうやって道端でアイスが買えますよ。アイスクリーンっていうの、ビッグアイス、ビッグアイス、あ、アイスクリーン、はい、アイスクリーン、この青と白のやつがうまいと。そう。騙されて赤と青に行ったらちょっと違うぞと、ちょっと食感が違います。そして今季節限定のですねシークアサーアイスクリーンがあります。こうやって道端でアイスが買えるっていうのもすごい沖縄らしいですね。これが皆さんアイスクリーンですよ。アイスクリーン、これ僕はですね季節限定のシークワサー味、なんかイントネーションおかしかった。うん、あーなんだろうこれ、懐かしいミルクセーキのような食感です。でももうすでに溶け始めています。ね、ティナはバニラ味、うん、美味しいですか。美味しい、もう馴染みの味。そうそう。どうもそんな恥ずかしがらずにどんどん沖縄弁で喋んなさいよあなた。皆さんもぜひ。
ち上がれよ。この世界を変えるのは君たちだ。